浪監督、柳は7回で交代しようかと思ったけどやっぱ8回までと打たれましたけど、阪神を上回る13安打で負けた。13安打の割には2点。ただ佐久木は全く点を取れなかった。相手佐久木いないメンバーが打ってもいる。昨日もそうだし、追加点があればリードしていたら守りきる野球をしないといけない。ピッチャーもバタバタしている。今日は柳は7回を投げ切って交代も考えた。ですがあそこまで行ったらあの回までは柳と打たれましたけれど。なんやそれ、あんたのミスやんか。打たれましたけど、元記事からこれか。知らんけど、みたいで草。打たれましたけど笑い、みたいな感じ。何やこいつ。この采配があかんならじゃあどうしようって言うんですか。先発引っ張っても早く下ろしても結局負けとるからね。まあ判断が難しいよね。監督を悩ませる投球した柳が悪いよね。7回で交代してりゃな。まあ亡命クソ野郎がおったら2つとも取れてた試合やしな。かわいそうよタッツも。守りきれない布陣を出しておいて、守りきれないといけないとかもうあれやな。打たれましたけれど好き。他人事みたいなコメントやな。投手よりかは守備と長打だろ。中継ぎ使いすぎて投げさせられなくて勝ち試合落とすパターンは辛いね。最近割ときらめっつうか悟りが入ってるよな立浪さん。こいついつも一歩引いた視点からコメントしてんな。